というわけでついに出てしまいました、トゥルンピョンチョーン、極激辛ペヤング焼きそばチョーン、ということで今日はねこれ食べていきたいなと思います。いやこれねついに出てしまいました、このペヤング焼きそば、極激辛なんですけど、これねペヤング史上最強の辛さらしいんですよ。今まではねその激辛ペヤングとかペヤングエンドとかたくさんあったんですけど、それ以上だということでね、やばいと。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方が食べるのは十分ご注意ください。これね、辛さ具体的に表すと、以前エンドというペヤング焼きそばがあったんですけど、その3倍らしいです。いやあれも相当やばいんですけど、その3倍ということで、またねペヤングさんがやってきましたね。値段は250円プラス税です。はい、いやこれね皆さんどうしますか、食うかですよね。ということで早速ね火を入れていきます。ナッチを、よし、早くお熱湯入れていきます。おー、すげーすげーすげー。じゃあね、今から湯を入れていきます。よしよしよし、はい、それではだいたい完成です。こんな感じです。いや、ここまではうまそうんだよね。問題はこのソースがどんな色をしてるのかということが、ね、一番注目ポイントです。よし、やばそうな匂いがめっちゃブンブンするぞ。はい、完成しました。こちらがペヤング史上最強の辛さを誇る極激辛ペヤングでございます。それね、ちょっと匂いがやばいんですよ。いや、もうすんごい匂いがする。今回はね、ちょっと念のためちゃんとお茶も用意しておきます。いや、これね、他の YouTuber もほぼ全員食べてるんですけど、みんな辛いって言ってますね、これ。なんですけど、僕はね負けないようにいきます。ちなみに僕ね、もうすでにまあ汗かいてるんですよ。なんか鼻汗がやばい。ちょっとね緊張してるんでお茶飲みます。それではいきます。あともう少し。それではいただきます。よし、汗めっちゃかいてるんですよ。熱すぎて。無理。え、これ無理だよ。想像以上にいかないです、これ。やめて。ちょっとこれ無理だよ。マジでやばいっす、これ。もう、気合でいきます。見てください、この涙が出てきて、鼻水が出てきて、汗が出てくるという。やべやべ、ソフトクリームいただきます、いやこれマジでやばいです。僕見てください、これ汗をかいてて涙が出てきて鼻水が出てきて、ここ口汗もあるっていう、これやばいです。なんかあのね、
あのどれぐらいやばいかというと、なんか舌の周りがずっとなんか唐辛子で、ね、へばりついてるみたいな感じ、それで針でチクチク刺してくる感じがします。いやこれマジでやばい、やべえやべえやべえ。これね、辛いの苦手な方は絶対やめてた方がいいですね、これ。辛いのは危険なので、食べないようにしてください。はい。Yeah.